はい、ということで、本日の動画は沖縄オープンゴルフ選手権2024の結果報告を車内から今ゴルフ場から空港に向かっております車内からお送りしていきたいと思います。11時半スタートですね。金秀喜世カントリークラブでラウンドしてまいりました。今年初戦ということで、1番ホール、沖縄オープンの YouTube チャンネルでですね、映ってたんですけど、右隣のホールにティーショットを私打ちまして、多分1日通して120人いたんですけど、多分右隣にいた人はさすがにいないんじゃないかなっていう。で、僕完全に OB だと思って暫定球打ったんですけど、行ってみたら右 OB 食いが途中までしかなくて、セーフだったんですね。隣のコースのラフにあってですね、なんとか打てる状況だったんですけど、ただグリーン面全く見えずに木がもしゃもしゃってなって、果たしてどこに打ったらいいのか全くわからない状況で、なんとなく140ヤードくらいかなみたいな9番アイアン持って、いい方向に、自分で打ちたい方向に打ったんですけど、グリーン右横のカート道くらいかな。で、そこからピッチングでベアグラウンドの上、砂の上からピッチングでアプローチして、5、6メートルくらいのね、上りのパーパット打って入りまして、朝一からもう走り回ってですね、凄まじいパーからスタートしていきました。その癖して次の2番ホールは5、60センチの短いパーパット外してボギー打ったんですけど、次の3番はパー5で、ティーショットいいとこ行って6番円でセカンド打って、2オンしてね、バーディー取れて、そこからまあ落ち着いてティーショットはよくプレーできてですね、7番ホールで、また、ボギーを打って1オーバー。で、8番ホールパー3なんですけど、ここが唯一今日のちょっと3パットしてしまったんですけど、1メートル弱のね、やっぱり下りの、ボギーパット外してダブルボギーを打ってしまって。で、9番はパー5打ち上げで、少しフォローが入って、結構振ってガチンっていい当たりして、ランが出てですね、ピン奥だったんですけど、残り200ヤードの打ち上げだったんで、6番アイアンで打って、それも2オン成功して、バーディー取って後半2オーバーかな。ただ、なんかショットはですね、直前というか、先週まですごくアイアンの調子がいいと思ってたんですけど、昨日の練習ラウンド回ってても、ちょっと怪しくなり始めて、実際試合になったらね、やっぱり余計なこと、考えてしまってですね、こう全くこう体が動かないっていうか手打ちになっちゃうね、傾向になってましたね。なのですごい散らばってました。全然一日通して最後までうまくこう思い通りの方向に全く飛ばなかったなっていう感じなんですけど。で、4番ホール後半の、13ホール目4番ホール後半終わった時点で、いい感じのロングパット、バーディーパット入って、1オーバーになったんですけど、残り5ホールで、結果的にはプラス5まで行ってしまったという、5番ホールのパー5、ね、そんな広いホールなんですけど、とんでもない右にまたバーンってスライス打って OB して、で、そこからボギーみたいな、しかもそのパー5のダブルボギーに関しては、右スライス、OB 打って、打ち直しのティーショットはまっすぐいいところ打って、そこから、ユーティリティでレイアップして、残り70ヤードくらいだったんですけど、砂の上に止まってて、そこからトップしてオーバーして、で、オーバーしたところがめちゃくちゃ、根っこが強い草、もう誰も打ったことありませんみたいなところに行っちゃったんで、ものすごい草のところで、もうローブショットでフルショットしないといけないみたいな、ただ全然うまくいかずに、グリーン、6打目打ってもグリーン乗らないみたいな。で、7打目も下りのまだアプローチ残ってるんですけど、それがチップインしてダボなんで、相当、まあラッキーだなっていう、もうその子ではもうプラス4まで覚悟したんで、ただそこからダボ、ボギーと良くない流れを止められず、ずっとアイアンショットはもう、右斜め30度ドカーンって飛んでくみたいな。まあ昨日練習ラウンド中にちょっとこう、ドローフックが出始めて、インサイドアウト、になってるなーっていうクラブがちょっと下からインサイドから来始めてるなーっていう感じだったので、途中でこう修正して、朝の練習の感じはね、悪くなかったんですけど、やっぱり始まってみたら、ちょっと、やっぱりこうネガティブな思考になってくると体が止まって手の意識の方がね強くなってきて、思った球がね、アイアンが本当に1日通してね一発も思い通りの球が打てなかったなっていう感じで、結果的には、プラス6の78ですかね、6オーバー78ということで、順位的にはですね80位くらいですね、全体の順位は、プロ60人アマ60人120名いて、全体の順位は80位タイだったかな。で、プロの部で言うと50位くらい。なので、下から10番目くらいの順位でした。そんな感じで、アマチュアゴルファーの方もね、こう予選を勝ち抜いてきた方とか、沖縄のゴルフ場のクラブチャンピオンの方とか、私も、沖縄のね、ゴルフ場のオーシャンキャッスルというところのクラブチャンピオンの方と回らせていただいたんですけど、同じスコアでしたかね。6オーバー78。前半打ってたんですけど、後半すごいナイスプレーで、やっぱりこう要所要所耐える力があるなという勉強をさせていただいて、私は耐える力が全くなく残り5ホールのプラス5っていう、なんとかねもうちょっといいスコア、去年よりいいスコアで回ろうと思ったんですけど、去年痔の手術明けで5オーバーだったのに、今年はね体の痛みとかもなくいい状態で臨めたと思ったんですけど、こんなスコアになってしまったというところで、反省して練習して次に進んでいきたいと思います。次の挑戦頑張りたいと思います。4月の3日にティーチングプロ選手権の予選会がありますので、そこに向けて頑張りたいと思っております。そして今運転をしてくれておりますこの花ちゃん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。花ちゃんは盛大にやらかしてきました。はい、ポンコツコンビですね我々。すいません。すいませんでした。僕は花君に、経験してほしかったっていう、まずこういう試合をね、はい、雰囲気とでこれをこう機にというか、今日できたことできなかったことを踏まえてやっぱり練習頑張って、まだこの我々のコンビはね始まったばっかりなんで、ここからね結果を出していこうという回ですから、やっぱり厳しいご意見あると思います。やっぱりなかなか結果出せずにね YouTube 動画でも。ただ去年のこうベストスコア70台出る時も当然あって、まだまだねやっぱ荒削りなんですよねゴルフがね。だからそこをね磨いていったらね、安定して70台っていうゴルフができるようになると思うので、そこはねやっぱり一緒に頑張っていこうと、今年の秋頃にはそんなゴルファーになっていることを目指して頑張ろうっていうので、始まったばかりなんで、本当にそこは厳しいご意見もねあるのは当然ご理解しておりますが、温かく見守っていただければと思いますので、もう僕なんてね本当に何年も何十年も挑戦してますが、まだまだゴルフ上手くならなくて、本当にね打ちひしがれてる場合じゃないんで、やるしかないんでね、こう挑戦するという決めた以上はやるしかないんで、このダメなところも、いいところのが少ないですが、いいところも時々あるというところで、これからも2人で頑張っていきたいと思いますので、競技ゴルフ部、5月かね6月にちょっとコンペをやりたいと思っております。そして競技ゴルフ部入りたいよっていう方は、4月中くらいか、タイミングで募集をさせていただきますので、みんなで一緒に練習を頑張ろうっていう会をね、ぜひ来てください。でコンペをね定期的に開催して、今年中に少し大きいコンペができたらなと思っております。それをエンジョイの方も含めて、競技志向の方も含めて、皆さんにそのコンペという機会をご提供できればなと思っておりますので、そして貸し切りコンペ、ちょっと話ずれますけど、貸し切りコンペ今年も11月末にやろうと思っておりますので、ただいま計画中でございますという、今日はそんな車の中からですね、お送りしました報告動画となります。これ到着予想こんな遅くなっちゃったけど、これやばいね、これピンチだね、渋滞してんのかな、渋滞6キロ、これはねピンチですね。まあ大丈夫か。ということで、春を迎えますが、皆さんもゴルフ上達目指して一緒に頑張りましょうということで、応援していただいた皆様本当にありがとうございました。沖縄の皆様ありがとうございました。お声かけいただいた皆様本当にありがとうございます。こんな菅原大地ですが、一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございます。